ニコラ・ポール・ステファヌ・サルコジド・ナジボクサは、フランスの元政治家。第23代フランス大統領、アンドラ共同大公を務めた。1955年1月28日に、パリーで誕生する。ハンガリー系プロテスタントのハーフ、ギリシャ系ユダヤ人のクォーター、フランス系カトリックのクォーターである。1983年から2002年まで、 ルイ・シュルセーヌ市長を務め、フランソワ・ミッテランの2期目には、エドアール・バラデュール首相のもとで、予算大臣を務めた。ジャック・シラクの2期目の大統領時代には、内務大臣と財務大臣を務めた。2004年から2007年まで、国民運動連合党の党首を務めた。2007年フランス大統領選挙では、 社会党のセゴレーヌ・ロワイヤルに53.1%対46.9%で勝利した。在任中は2007年から2008年にかけての金融危機、南オセチア紛争、アラブの春に直面した。フランスの大学改革、年金改革を主導した。2008年、イタリア系フランス人、シンガーソングライターのカーラ・ブルーニとパリのエリゼ宮殿で結婚した。 2012年フランス大統領選挙では、社会党のフランスはオランドが3.2%の差で、サルコジを破った。大統領職を退いたサルコジは、2014年に公職を引退して復帰することを誓い、その後アンプの党首として再選された。2016年の共和党大統領選挙で敗北して公職を引退した。サルコジは、 特に2007年フランス大統領選挙におけるリビアの干渉疑惑に関する2つの事件でフランスの検察官によって汚職で起訴された。2021年にサルコジと2人の共同被告人が裁判にかけられて有罪判決を受け実刑判決を受けた。1955年1月28日にパリに誕生する。子供時代をパリ17区 ついで、ヌイシュルセーヌで過ごす。父方は、ハンガリーやラッチャーンのプロテスタントの下級貴族の家系。父のナジボーチャイシャアールケジパールは、ソビエト連邦軍に占領された祖国を逃れ、フランス軍占領下のドイツに渡り、そこで、フランス外人部隊の兵士となる。新兵教育を受けるも、不適格とされ、1948年に、マルセイユで除隊。名前を、 フランス風に、ポール・サルコジと同じクサと改名した。広告業者となった父・ポールは1949年、パリ17区の医師の娘で、法学部の学生だったアンドレ・マラーと出会い結婚した。母方は、テッサロニキ出身のギリシア系ユダヤ人で、祖父の代にカトリックへ改収している。ニコラ・サルコジが5歳の時、父のポールが妻と、 ニコララ三人の息子を見捨てて離婚した。後に他の女性と二回再婚している。ニコラは母と母方の祖父に育てられ貧しい少年時代を送る。母のアンドレは苦しい家計を支えるため勉学を再開して弁護士となった。ニコラはこの頃の屈辱が自分の人格形成に最も大きく影響したと述べている。 ニコラの兄、ギオームサルコジは、繊維会社の社長で、フランス系団連の副会長も務めた。弟のフランソワサルコジは、小二回を経て、生物学者となっている。いずれも優等生だった兄弟とは、対照的に、ニコラの中学、高校の成績は芳しくなく、日本の中学1年生にあたる6年生の時に、英語の成績が悪く留年している。 また、腹違いの弟で、アメリカ人銀行家のオリビエも優秀で、カーライルグループのディレクターとして活躍している。1973年にバカロレアを取得し、パリ第10大学に入学。当時はジャーナリストを志していた。1976年に、大学在学中に、ジャック・シラクの結成した、保守政党、共和国連合へ入党する。 1977年に、パリ成功の高級住宅地オードセーヌ県、ルイ・シュルセーヌの市議会議員に再会で当選する。同年、共和国連合中央委員に選出される。1978年から1979年まで、共和国連合青年部全国代理1979年から1981年まで、 共和国連合全国青年委員会委員長を務める。大学卒業後は一時パリ政治学院に在学していたが、ここでも英語がネックとなり終了できなかった。1981年に弁護士資格を取得し、不動産を専門とする法律事務所をパリに共同で開設する。1983年に28歳で、イルドフランス地域圏議会議員。 ルイーシュルセーヌの市長に当選する。犯罪の減少など一定の成果を上げる。1988年に国民議会議員に初当選。ルイー市長と兼職する。1993年にバラデュール内閣の予算省として初入閣。同年、ルイー市内で発生した幼稚園立てこもり事件が起こる。この事件では市長として 犯人と直接交渉に臨み、人質の解放に貢献して、全国的に有名となる。1995年フランス大統領選挙では、ジャック・シラクから離反し、シャルル・パスクワについて、対立候補のエドアール・バラデュールを支持する。しかし決選投票の結果、シラクが大統領に当選したため、第一次、シラク政権では礼遇された。 1997年に与党共和国連合のナンバー2に返り咲き、1999年の欧州議会選で事実上の党首として人党指揮を取るが惨敗を喫し、一時は政治生命の危機も囁かれ、党の役職をすべて辞して弁護士としての活動に戻った。2002年5月、ラファラン内閣の内務、治安、地方自由省として入閣。 久々の表舞台となったが、サルコジ自身は、首相職を望んでいたため、ますます、シラクとの関係が微妙なものとなった。2003年3月19日に、治安回復を目指し、軽犯罪の厳罰化と外傷の取り締まりなどを、目的としたサルコジ法を施行させる。サルコジ内務省の強硬な治安政策によって、国内の犯罪発生件数は激減し、 実績を買われたサルコジは一躍優秀な政治家になる。2004年経済、財務、産業省に移動。同年11月29日、RPR の流れを組む国民運動連合の党首選挙において85%の得票率で党首に選出される。シラクはサルコジの権力増大を恐れ、サルコジは財務省を辞任する。 2005年5月31日より、ドビルパン内閣の内省に就任する。同年発生したパリ郊外暴動事件の鎮圧にあたる。この際、暴動に加わった若者に対して、社会のクズ、ゴロつきなどと発言したことが物議を醸すが、こうした強硬な態度がかえって世論の支持を集めた。 暴動の最中の11月12日に、イホップ社が有権者958人を対象に行った電話による世論調査では、国民運動連合の支持者の90%、極右政党支持者の97%が、サルコジ内務省の強行姿勢を支持すると答えた。2007年、大統領選挙における演説をする、サルコジ2007年、フランス大統領選挙に立候補。 保守層や勤労世帯を中心に支持を集め、同年5月6日の決選投票で、社会党のセゴレーヌ・ロワイヤルを下し、大統領に当選する。同月16日、第23代大,大統領に就任。大統領に当選直後、地中海に自家用ジェット機とマルタの豪華ヨットでクルージングし、野党からはあまりに豪華すぎると批判された。これに対し彼は、 何が問題か。私は、逃げも隠れも誤りもしないと反論した。上記の合流では批判されるも、旧植民地マグレブ出身の法務職員であったらシダダティの法省への抜擢や、セネガル出身の黒人女性の副官房長への抜擢、野党である社会党出身の政治家の大臣への登用など、これまでのフランスでは考えられなかった画期的な人事を行った。 法務省では時間級の幹部が総辞職してこれの妨害に動くという事態となったが閉鎖的なフランス国内に風穴を開ける革命的なことであると北米のメディアに評されている国民からの支持率も高く70%台を記録した2007年6月に行われたフランスの国民議会選挙では彼の率いる与党国民運動連合が 自滑り的勝利を収め、日本の週刊誌エコノミストは、フランス版、小泉純一郎と彼を表した。同年10月、フランス大統領府は、サルコジの給与を、現状の2倍以上に引き上げる意向を示した。与党、国民運動連合は、大統領であるのに、他の閣僚よりも、給与の額が低いからと説明したが、折しもサルコジの改革に対して、野党、 国民から批判が高まりつつある時期の給与増額は波紋を呼んだ。野党社会党のビアンコ議員は多くの国民が月末に出費をやりくりしているご時世にいかがなものかと批判した。2012年フランス大統領選挙に立候補したが決選投票で社会党のフランスはオランドの前に敗北を喫し2012年5月15日をもって 第23代大,大統領を退任した。大統領退任後は、政界から離れ、国際会議へ出席し、家族との時間を増やすなど悠々自適の生活を送る。一方で、2017年に行われる大統領選挙への出馬を示唆するなど復帰への意欲は隠さなかった。2013年3月21日、2007年の大統領選挙の時に、 女性不合から違法に献金を受け取っていたとされる疑惑でボルドーの捜査当局はサルコジを刑事訴追した。また2014年7月1日、不正事件の捜査に絡み、フランスの司法当局が事情聴取のために身柄を拘束されている。2014年9月19日には政界復帰を宣言し、11月29日には国民運動連合総裁に選出。 翌2015年3月29日に執行された県議会選挙の決選投票ではサルコジ率いるワンプを含む右派連合が対象した。しかし2016年2月16日には検察当局が2012年大統領選挙における不正会計疑惑のサルコジに対する捜査を開始すると発表し大統領再選の戦略に暗雲が立ち込めると予測された。 それでも7月2日にはアンプから解明した共和党の総裁を辞任すると表明したことは大統領選挙への準備のためとも言われた。2016年8月22日には正式に2017年大統領選挙立候補を表明。ウハジニの候補者を目指したが11月20日に行われた予備選挙の第1回投票では3位となり、 決戦投票に残ることはできなかった。サルコジは1位となったフランソはフィオン元首相の支持を表明した上で、政界からの引退を表明した。2019年10月21日に、迎賓館赤坂離宮で、安倍晋三内閣総理大臣と会談を行い、翌22日の即位礼正殿の儀に参列した。ラク政権のイラク戦争反対により冷え込んだ。 対米関係の改善やフランスの北、大西洋条約機構復帰、フランス伝統のドゴール主義を捨て、米型の新自由主義を行った。モットーは、もっと働き、もっと稼ごう。一方で、サルコジの政策は、かつてのカドフィ支配下のリビアやロシアとの関係を重視するなどイデオロギーにとらわれない、全方位外交的な面は、引き継いでいる。2007年、 ドイツのメクレンブルクイコールフォアポンメルニ州ハイリゲンダムでの第33回主要国首脳会議にて主要国首脳会議に初参加アメリカへの公式訪問でブッシュ大統領と会談し新米ぶりを強調したアメリカ合衆国外交姿勢は新米派とみなされることが多く対米追従を拒否していたシラク大統領は公認として とビルパン首相を押したため、内務大臣であり、大統領を目指していたサルコジ、シラク、とビルパンの間には、不協和音が目立っていた。2007年8月には、アメリカのジョージ・ W ・ブッシュ大統領から別荘に招かれ、イラク戦争当時の対立を克服することで合意。新米ぶりを強調した。 しかし2008年に南オセチア紛争が勃発するとアメリカの対外政策に苦言を呈したり金融危機が悪化するとその責任はアメリカにあると発言したりするなどアメリカに対する批判を積極的に行うようになった日本新日課として知られていたシラクとは異なりサルコジの日本文化に対しての嫌悪感が伺える発言は多い2004年1月に 中華人民共和国香港特別行政区を訪問した際、香港は魅惑的な都市だが、東京は息が詰まる。京都御所は裏ブれている。有名な庭園も人気だったポニーテールの太った男同士が戦うことがなぜそんなに魅力的なのか、インテリのスポーツではないとの別紙発言を行った。ロシア連邦リビア中華人民共和国リビア同様に、 人権問題を抱える中国を訪問した際には人権担当省を訪問団に加えず人権問題、民主化問題にも触れなかったため野党から批判された。これら一連の会談や訪問には人権派として知られるクシュネル外相は同行しなかった。2008年8月に北京オリンピックの開会式に出席した。2008年12月に ポーランド北部のグダニスクで、チベット仏教最高指導者のダライラマ14世と会談し、ダライラマは、チベット独立を求めていないと説明した。私は、中国当局との対話を進めたと語った。これに対し、中国国営新華社通信は6日配信の論評で、資料のない行動だ。中国人民の感情を傷つけるだけでなく、中仏関係にも、 外を与えると批判した。サルコジは中国の反発ぶりに関し、私はフランス大統領として自由であり、信念もある。事態を緊張させるつもりはないと強調。静かに対応すべきだ。世界は中国のより一層の解放を求め、中国は欧州の投資を必要としているとも話した。 中東憲法改正の発議経済政策2008年10月、アメリカのブッシュ大統領、欧州委員会のバローゾ委員長と、サブプライムローン問題に橋を発する金融危機が本格化し、世界経済に深刻な損害を与えるようになると、サルコジは EU 議長国の大統領として、積極的に金融危機への対応のイニシアティブを取った。 2008年10月18日には、アメリカ合衆国大統領のジョージ・ W ・ブッシュ、欧州委員会委員長のジョゼ・マヌエル・ドゥラン・バローゾと会談を行い、主要国に、新興国を含めた国による首脳会談の開催にこぎつけた。金融サミット直前の11月13日には、ドルはもはや基軸通貨ではないと発言し、ブレトン・ウッズ体制を構築する。 必要性をもといた。移民政策フランスのアイデンティティの確立エネルギー。政策大統領就任式当日のサルコジ身長は163センチ程度で、ナポレオンより背が低いと言われることもあり、いつもあぐぞこの靴を履いている。そのため、フランスの有料チャンネルテレビ局カナルの政治風刺人形劇、レギニョールズデールインフォの中では、ラク大統領人形が、 サルコジ人形をスマーフと呼んでいたこともあった。大のタバコ嫌いでワインを含め酒も飲まない。好物はチョコレート。シンエーマイと言われるが英語があまり堪能でなく、上述のように、学校時代は英語のために二度落第した。この点で、シラク前大統領が英語に堪能でありながら、人前で話すのを避けていたのと対照的と言われる。なお、 2008年10月にサルコジになりすましてサラペイリンと会談したカナダのコメディアンはフランス語なまりの英語を話していたというパリ大学卒で弁護士で移民2世という出自でもあり高級官僚を養成するエナ出身の官僚的な政治家が支配的なフランス政界の中で庶民派というイメージを強く打ち出している 演説や語りも、庶民にも分かりやすい単純で率直な言い回しを好み、国民に直接訴えかけるスタイルである。尊敬する政治家として、イギリスのトニー・ブレアを挙げたほか、イタリアのシルビオ・ベルルスコーニを政治家としての手本としており、大統領当選時に真っ先に電話するなど親密な関係で知られる。三度結婚しており、元妻マリーとの間に、 息子二人、前妻セシリアとの間に、息子一人、現妻カーラとの間に、娘一人、合わせて四人の子供がいる。元妻マリーは、コルシカ島の乾村の薬局の娘で、1982年に結婚し、ピエールとジャンロに難を設けた。前妻セシリアは、作曲家、イサーク・アルベニスのひ孫にあたり、モデルや、元老院議員秘書を経て、 テレビ司会者と結婚し、二条を設けていた。セシリアとは、双方ともに、配偶者のいる中、不倫愛を貫き、1996年に結婚。1998年には、息子類が生まれる。サルコジは、内務省に席を設けるなどして、セシリアを交遇した。しかし、セシリアは2005年、支持者の実業家とニューヨークへ駆け落ち。ど、 ビルパン首相からは、妻を魅了できないで、有権者を魅了できるのかと皮肉られた。夫妻は2006年に復縁したが、セシリアは、ファーストレディとなることを拒絶。結局、夫妻は2007年10月に離婚した。その後、2008年1月に、元スーパーモデルで歌手のカーラ・ブルーニと3度目の結婚を果たした。2011年10月19日にジョジが誕生。 哲学者のアラン・バディーは、サルコジなるものを新たな恐怖政治の証拠として捉え、このチビナポレオンによる恐怖のために完全に現実的なものになったうちからの脅威に直面して、国家は、ジュネガ、演劇、バルコニーの中で既に与えていた国家の位置、方向的な形態、つまり、警視総監ちなみに、彼の夢のコスチュームは、ゴム製の巨大なペニスだという形態を取ってしまった。 と批判している。ありがとうございます。